1、2、1、2、1、2、全体止まれ !1、2、皆さんこんにちは。元男の子の青木かのんです。今日はこちら、この私のピッチャー用のグローブ。高校時代に使っていたグローブなんですけども、前回の動画見てくださった方ありがとうございました。私はもともと男性時代、高知高校って野球部に入ってて、そこでピッチャーやってたんですよ。当時最速が142キロだったんですけども、今こうやって性別を男から女に変えて、果たして何キロ出るのかっていう企画をやって、前回102キロという数字が出たんですけども、そして今年の新しい目標、2021年の4月までに急速110キロチャレンジということで、今日は河川敷でマネージャーの肉団子さんと一緒にピッチング練習をしたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうですか？はい大丈夫ですか？キャッチング、はい、一応サイクル経験者ですから。本当です。ちょっと不安ですけど、今日はたくさんボールを投げて気持ちいい球を投げれるように頑張っていきます。でもあれですからね、コメント欄で、102キロって小学生ぐらいのスピードじゃねーみたいなこと言われるんですよ。いや、もともと男だったら130キロとか投げれるんじゃないのって言われたんですけど、違いますよね。もともと私ついていた球を取ったわけじゃないですか。ちょっとやめてください。ちょっとその笑いだと勘違いが。男性ホルモンがいっぱいある球を性転換で取ったので、力の源の男性ホルモンがないわけですよ、体に。なのでスピードボールは男性的な感じでは厳しいわけです。なので私のこと、元男という色眼鏡を使わずに女として見てください。なのであんまり私に気にしないでくださいよ。いいんですか、それで。よくないですね。ですね。頑張りましょうよ。130キロ目指していきます。
やることないですね。痛いです。すいません。どこで撮ったんですか。多分突き指した時に ここ低い球で。あ、ダメです。ここやばいです。そうですね、ここです。ここですね。ここで撮らないと多分死んじゃいますね。ここで3球ぐらい撮ってるんで全部親指ダメージですね。こういうちょっと大変なことになりますね。そうですよね。痛かった。3球ということで、第1回目のピッチング練習はこんな形でやらさせていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。どうですか球。前回のバッティングセンターで投げたじゃないですか。どうですか。なんか私的にちょっとスピードガンがないから、今どんぐらいのスピード出てるのかわからないんで、あんまはっきりしてないんですよ。なんか投げた後って自分がどこに投げたかってわからないんで、なんかもう投げたらいつの間にか届いてるから、ボールが。どうでした。ちゃんと言ってました。風切り音の混ざった球が、風切り音シューッパンっていうのがあったんで。マジですか。下手したら100キロ超えてたかもしれない。うざ。あ、本当です。喜んでいいかもしれない。シューッとなってました。男子時代だったらシューなるのわかるんですけど、今でもシューなるんですね。結構聞こえてました。そんな感じですね。シューってなる球が今日投げれてたみたいなんで、筋トレとか、まあ、ジムとか通って110キロ目指していきますので、引き続きまた動画出していきます。よろしくお願いします。今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントも画面の下からぜひフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。